ここでは人間と同じように画像を見ることで、被写体の性別を認識する手法を紹介します。この手法では、観察者が性別を判断するときに、視線位置を計測します。計測された視線位置の分布を特徴抽出に組み込みます。観察者は頭を注目しており、これを再現することで認識精度が向上します。例えば、深層学習では、人間と同じように頭にアテンションをかけることができます。認識時の判断根拠を直感的に人間が解釈できる利点を本手法は持ちます。